こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今月大芸鋳型潜水艦1番艦が進水式を迎え、日本の22隻体制まで。もう少しのところまで来ている。だが、通常動力型潜水艦では世界でもトップに入るが、原子力級との性能差はほとんどないと言える。日本を防衛する任務だけを考えると、すでに静粛性ではトップだろう。日本の潜水艦建造技術派も、やは最強かもしれない。そんな中また豪州の自国建造計画や軍事計画の見直しが行われている。では、対中政策へと舵を切った豪州が、どんな戦略を考えているのか。話していきますね。すぐに建造できないのが潜水艦なんだろうけど。2019年10月、日本とオーストラリアの合同演習が実施されました。参加したのは海自護衛艦、アタゴ、オーストラリア海軍駆逐艦、ホバートなどです。これはイージス艦同士の演習としては、初めてのことでした。日豪トライデントと呼ばれるこの合同軍事演習は、都合2日間にわたって実施されました。関東から沖縄を経て九州西方海域で実施されたものです。オーストラリアと中国はかなり近しい間柄でしたが、近年の海洋進出に対してはさすがに危機感を抱いたオーストラリアが動いたようだ。海軍の今後の方向性が示唆されるものではないかと推測され、注目を集めました。ちなみに、トライデントというのはギリシャ神話の渡摘ポセイドンが、手にしている三つ股の矛を指します。海に深く関わりのある、名前ということですね。トライデントに参加した艦船について説明しましょう。オーストラリアのホバートはミサイル駆逐艦に分類されるイージス艦です。艦の大きさを示すのが排水量ですが、満載排水量は7000トン。全長は 146.7M、全幅は 18.6M です。もともとはスペインのアルバロデバ3級駆逐艦が基本となっている艦艇です。ちなみに、日本の護衛艦、アタゴですが、満載排水量は1万トン。全長 165M、全幅が 21M となっていますから、ホバートは、アタゴと比べると、一回り以上小型ということがわかりますね。オーストラリア海軍は、ホバートの同型艦を、計で3隻就役させています。その上には、アメリカ製のイージスシステムで完成される各種兵装を、搭載していますから、艦隊防空能力が、とても高い艦艇ということができます。ちなみに、ホバートとは、タスマニア州の州都の名前です。オーストラリア海軍は、新型のキャンベラ級強襲揚陸艦2隻も、就役させているのですが、ホバートと同じくスペインの、ナバンディア社のファン・カルロス1世を土台とした艦艇です。このキャンベラ級強襲揚陸艦で、興味深い点は、船首部分に緩やかな勾配のあるスキージャンプ方式があるのにもかかわらず、現状で F-35B ライトニングに
戦闘機等の航空機の運用を行っていないということでしょう。スキージャンプ方式勾配は航空機搭載が前提で設置するものなのですが、実は航空機ではなくヘリコプター搭載の予定となっているのです。つまり改修以前の護衛艦出雲、加賀等と同じくヘリコプターを主要な艦載機とする仕様となっています。中型クラスのヘリコプターをマックス約12機、さらに上陸用舟艇も4隻積載可能になっています。キャンベラ級強襲揚陸艦の元になったファン・カルロス1世は AV-8B ハリアー2を艦載機としていますが、将来的には F-35B ライトニング2戦闘機の運用も考えられているそうです。ファン・カルロス1世というのはスペイン国王の名前です。その名前を冠した艦船ですから、やはり相当レベルの高いものなんですね。オーストラリアも予算が許せば同じ対応をすると思われます。また小型のフリゲート艦としてはハンター級と呼ばれる旧跡を2020年からの10年間で建造する計画のほか、対潜哨戒だけでなく弾道ミサイルへの対応も考えているようです。このようにオーストラリア海軍はホバート級駆逐艦3隻、キャンベラ級強襲揚陸艦2隻、そしてハンター級フリゲート艦9隻とかなり大幅に戦力を増強中です。しかし、将来的な新型潜水艦の導入については、様々な問題が噴出しているということは、広く知られるところです。オーストラリア海軍のアタック級の新型潜水艦計画の入札には、当時の日本も参加しました。一時は、日本案が最有力ではないかと期待されていました。国内でも世界的にも受注先がどこになるかと注目が集まっていた案件です。有力と思われていた日本や技術大国ドイツを差し置いて、オーストラリアが選んだのはフランスでした。オーストラリア政府はフランスが提案したシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に換装する案を採用したのです。その結果、計12隻にも及ぶ大規模プロジェクトとしてアタック級の建造をフランスに発注することに決定しました。この決定に大きな影響力があったのが、オーストラリアとの貿易額トップの中国であったということは、今では知らない人はいないほど有名な話です。要は、日本にオーストラリアの潜水艦を受注させたくないというのが中国の本音だったわけです。余談ですが、それほど中国に肩入れしていたオーストラリアが今回のトライデントに参加したのは、あまりにも中国の態度、圧力がでかくなったからとも言われているそうです。ところが、アタック級潜水艦計画の問題が表面化してきました。大きな理由の一つは、その建造経費です。当初から12隻で約4兆3000億円という巨額だったのですが、徐々に膨らみ、ついに6兆円を超えたとも伝えられているのです。とんでもない金額ですね。そして、もっととんでもない噂があります。
12隻すべてを収益させるまでに、なんと約30年もかかる見込みと言われているのです。現在の日本のように、毎年1隻ずつ収益させている国から見れば、マジか、とすぐには、信じられない工程と言えるでしょう。30年という期間はあまりに長いです。受注を決定した政府の4人が、30年後、果たして何人政府内に泊まっているのでしょうか。そもそも、1世代の潜水艦として、最終艦の収益までに30年かかる艦が、将来的に通用するでしょうか。その30年間で技術の進歩も当然あるでしょうし、他の艦の性能がアップして、当該艦の性能は相対的に下がってしまうことは想像に難くありません。そうなったら、兵器として購入しても無意味ではないかという批判が噴出することは想像に難くありません。アタック級潜水艦計画に関しての問題点はこれらだけではありません。そもそものフランス案の採用を決定した大事な前提条件ですが、実は蓋を開けたら大幅に違っていたということです。当時、フランス案を採用すると、国内の製造業の空洞化を食い止めると同時に、雇用を生み出すことができるというのが大きな理由でした。ところが、この見込みとは大きくかけ離れている現実がわかり、批判が生まれた原因とも言われています。つまり、オーストラリア国内の民間需要を生み出す計画には全く役立たないとまでも酷評されているというのです。このアタック級潜水艦計画の問題点は、水上戦闘艦、イージス駆逐艦やフリゲート艦、強襲揚陸艦などだったら起きなかったと思われます。しかし、事態は深刻であり、建造計画の修正は簡単にできることではないと推測されます。今更のそもそも論になってしまいますが、オーストラリア海軍の要望は多すぎだったのでしょう。つまり、アタック級潜水艦に通常動力型活炎用航行可能、さらに攻撃型にだけでなく弾道ミサイルも運用できる仕様にするようにと、簡単に言えば盛りすぎだったように感じられます。このような潜水艦としては、韓国海軍やインド海軍も似たような仕様を目指しているということですが、マルチな運用を艦船に求めすぎることには、大きなリスクが伴うという教訓を含んでいるとも言えそうですね。人間もマルチタスクが求められる傾向がありますが、機械にもスペックがありますから、何でもかんでも詰め込むことはいかがなものかと考えてしまいます。